今日も岩崎です。どうも、そりゃそうだ。いつでも岩崎。はい、これからも岩崎です。そりゃそうだ。はい、はい、今日はですね、自然薯の、長期保存動画。お、実はこの動画5月に1回、はい、6月にも1回でもそれはボツになりました、はい、そして先日も1回撮って、はい、それもボツになりました、はい、リベンジ。ボツになった理由は、私の服装が汚くすぎたからねちょっと汚すぎた、はい、あれはいかんね、はい、まあ、そんな綺麗なもんではないんですけど清潔感のある服装で、まあ、汚いけどね今日も、はい、お届けしたいと思います、はい、ということで自然薯、はい、こっちに入ってます。冷蔵庫、はい、おプレハブ冷蔵庫、お買いました、買いました、はい、いつ買ったんだっけ。一昨年ぐらいかな、うんうん、まあ、金額はさておき、まあ、中古なんですけど、はい、1.7 坪やったっけこれ。そうね、うん、電源がこれ家庭用の 100V、うん、3層の 200V とかじゃなくて家庭用の 100V で使える冷蔵庫の最大の大きさです。これ 200V やったら家庭用は使われへんの。うん、家庭用では無理よ。 200V やったら 200V は効かなか、あー、めんどくさい、うん、電気工事じゃないか。普通のほらお店とか、うん、お料理屋さんとかはそういうのが入ってるけどね、うんうん、3層の 200V でないと冷蔵庫とかエアコンとかがダメな場合があるからね。うちは普通のご自宅なんで、はい、ご自宅なんでこの冷蔵庫がマックスです、はい、で、早速開けます。はい、なんじゃ、なんじゃ、あー、いいなんか乗ってるわ。そうだね、いける、ちらちらちら、よいしょよいしょ、いらっしゃい、よいしょ。ちなみに全然関係ないですけど、はい、うん、関係ないね自然薯のプランター栽培です。おお、どうでしょうね。ね、こっちは種から根が出た自然薯2年目。葉っぱが全然違うね。うん、もうダメかな。でこっちがさつまいものプランター栽培。あ、こっちね、こっちね、はい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 、こっちね、はい、これもなんかあまりできてなさそうやね。はい、近日掘ります。あ、掘ります、はいどこでやる、ここでやる、中に行きましょうか。中行く、はい、行きましょう。はい、冷蔵庫の裏側に回ってまいりました。これね、ふきって書いてあるんですけど、はい、ふきの箱に入れてる自然薯です。自然薯ですね、中身は、はい、まあ、ちなみにふきはこの辺ふきの産地なんですけど、まあ、市場では群馬とか愛知の方が評価が高いかな。あ、うん、まあ、ここらのふきも美味しいですけどね。伸びすぎでんねん、でんねんうわー、長いですね。これは伸びすぎでんねんじゃなくて普通のやつね。伸びすぎでんねんはこれぐらいあるよね。あ、そう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 、うん、で、ここに自然薯が入ってます。オープンしましょう。オープンする前に、はい、これは今年の2月に掘ったものです。今年の2月、はい、うん、ということは3、4、5、6、7、8、9、10、8ヶ月経ってます。すげえ。さあ、オープン。どうでしょう、じゃーん、どんな感じかな。どうでしょう、入った、シャカシャカ音がね、めっちゃうるさいからね。ほっ、入ってますよ。じゃん、じゃん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 、いいね。おお、ちょっとどうしようかな。どうしたん、ちょっと暗いなと思って。その子、うん、これこれで、ね、これでどうだ、どうなんだろう、見えるかな、どうだ。あ、その方がいい、その方がいい、それがいいそれがいい、それがいい。ちょっともう夜なんでね。そうだね、だんだん日が暮れてきてるんで、うん、はい、こんな感じですね女優さんが顔に当てるみたい。おお、あ、いいね、いいいいちなみにこれ、はい、バーミキュライト。あ、はいはいはい、この粉ね、そう、粉というか、これこれ、はいはい、バーミキュライトっていう土壌改良剤に水をたっぷり含ませて、はい、こう、これ密封して保存してます。いいね、はい、で、バーミキュライトに至るまでに、ほう、以前はね、この袋、普通のボードン袋。おお、はいはい、アナナシの、うん、これか、あっちにあるね、うん、この長いのもあるよね。
こういう袋に入れて、うん、冷蔵庫に入れて保存してたんですけど、うん、どうしてもあのこの切り口のとこから腐ってくるんですよ。はいはい、はい、うん、どうしても腐ってくる。どうしても、うん、なので、どうやって保存したらいいかなと思って、うん、あのほら長芋ね、長芋、うん、長野とか青森とか、うん、北海道で、うん、送られてくる、うん、あの長芋はこういう箱におがくずに詰まって密封して送られてくるから、うん、それをヒントに。ただおがくずないから。おがくずとバーミキュライトは違うのね。違う違う。でバーミキュライトはこれあの種芋買った時に師匠がこれにね詰めて送ってくれるから、うん、これでも送るんじゃないかな。ちゃうか、うん、やってみました、はい、今シーズン初挑戦、はい、持ってます。持ってます。ちなみに下を開けてみます、はい。ちゃんと閉めてね。これ何本ぐらい入ってんの？一箱に。10本ぐらいじゃないかね。もう入ってるね。時々抜いて食べてるから。そうだね。じゃーんじゃじゃんじゃんじゃーん。ライト。ライト。どう？見えるかな？うん。こんな感じ。見えるかな？うん。でもいいね。じゃーん。いいんじゃない？こんな感じ。はい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 。全然あのふにゃふにゃになってないし。なってない。うん。もういい感じよ。いいね。でやっぱあの長期で寝かしてるからアクがないよね。ああ真っ白真っ白。真っ白よね。そう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 。どうしても取り立てはあのアクが出てな、あのなんていうかな、とろろに釣ったら灰色みたいになるよね。はい。これがないよ。なるほど、ね。こんだけ置いてるとね。いいね。うん。で真っ白で粘りも強いしね。この間試し掘りでほら、うん、掘って取ったやつはさ、今年の新物、ね、すぐ食べたら、うん、もうやっぱり粘りが緩かったね。ちょっとシュルシュルだったね、うんうん、こっちはもう箸で持ち上がるぐらいすごいよ、ね、こっちも、うん、なのでこのこともテレビ撮影の時言おうかな。そうですね。こっち使って、そっちこっち使って、あ、なるほどね、うん、確かに、うん、ちゃんと映した？オッケー、うん、もう大丈夫？もう一回リベンジ、うん、でもう目の前もう映ってたね、もうピチッと映したよ。映した？うん、もうならもういいわ。映したやったらいいですよ。はい、なんか行ったり来たりですか。そう、ね、ちなみにね、自然薯っていうのは、はい、保存の温度帯が5度以下、はい、5度以下、はい、5度以下で青カビが出なくなるんですけど、うん、やっぱりあの埋めてないと空気に触れてるとそれでも青カビは出ました。あ、でだからうちはね1度から3度ぐらいで冷蔵庫設定して、この冷蔵庫がね、うん、1度から3度になってます。で、でこの密封状態にして8ヶ月持ちました。いいんじゃない、うん、なのでこれを、もう1年え置くの、食べきれへんかったやつは試しにもう1年置いてみようかと思います。どんだけ持つか。ちなみにね、このなんでそのあれ1度から3度にしとくかっていうと、うん、まあ、5度以上になると休眠が解けるっていうのもあるのね。要は冬の状態になって、こいつら冬やと思ってずーっと待ってるのよ。はい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 。で、こうやってね、外へ出すと暖かくなるから、春が来たって。バンザイ！そう、根っこが出て、あ、根っこじゃない。芽が出て、根っこが出てみたいなね。はいはい、シャッてこんな感じでなるわけですよ。あ、それ言ってなかったわ。あ、ほんま、シャッこ。バーだよね。まあ、だからこの冬の状態で冷蔵庫で保存してるっていうことですね。うん。邪魔すんですな。そうです。よし。じゃあまた、はい、こいつらには直しましょうか、はい、はい、冬に戻ってもらいましょうか。あ、まあ春が来ないのね。かわいそう。そうね、なかなか大変よ。じっとこらえてそのうち春が来るんですよ。いつ来るんだろうね。来た頃にはすって食べられてる。そうそうそう、それがこいつらの定めというか、あの花の時期です。あ、なるほど、ね、残っちゃう今日から。残っちゃう、はい、はい、直しましょう。どう、おう、えらい、やっぱ暗なりましたな。暗い、はい、もう夜ですから。夜ですから。何やった、なんとか落とし。ああ、失礼。秋の日は鶴瓶落とし。あ、そうです、そうです、はい、あの何や、あれ、あれな、あの井戸のあの、オッケーな、それがストーンと落ちるように。そうそう、残ってる。あ、はい、これ、はい、はい、おー、温度、はい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 、多分ね、あのわわわわわーってなると思うけど、わーってなるけど今2度です。はい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 、はいはい、お、何や、全体オープン。はい、オープンです。よいしょ。よいしょ。
狭い狭い使用で使ってますのでちなみにあのビールとか種も入ってるね、いろんな野菜のね。映す？あ、映す？チラリー、なんかコンテナ入っててよくわからん。そうやね、あの、はい、他の野菜も入ってますな。本当はね、野菜の保存の温度帯というのは7度ぐらいなんですけど、ちょっと低すぎるんか。うん、でも野菜をシャキッとさすためにはね、うん、あの水で洗って、はい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 、袋詰めして1日ここへこう1度から3度ぐらいでシャキッと入れとくと、うん、真冬の状態でピッとなってさ、ナッパとかはいいよ、シャキンとなるね。シャキンとなってね、はい、まあそんな感じで自然薯が、はい、保存されてるとですないうことです。いいですな、役に立つよね。あの皆さんどうですか、一家に一台でかいわあの入らないでっかいピザとか、あーはい、コストコとかの、ね、そう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 、見てあかんのかな。あ、まあいいよ別に。 あとはあのお誕生日ケーキとか、あ、はいはい、冷蔵庫に入りにくいね、うん、あれ年末あのお正月に唯一食べるでっかいカニとか、あ、そうそう、もうその時しかカニ食わんもんね、まあまあまあ、最近ね、まあまあまあ、うちも貧乏してますまあそんな感じでそれを放り込むと便利ですよ、はい、便利便利、ビールはケース、ビールはケースごと入れるもんね、ね、うん、なんかこっちゃまあ自然薯も保存できます、はい、ということで、今日は自然薯の長期保存できるのか、はい、という動画でした。できました、はい、それでは皆さん、さようなら。